トロルヘッタンは、スウェーデンのベストライエータランド県にある都市で、トロルヘッタン市の市長所在地である。人口は46,457人。国内第2の都市のヨーテボリの北 75km に位置する。イエータ川のトロルヘッタン滝の近くに建設された。1413年の記録に、初めて歴史上に登場する。 19世紀の肛門完成まで、滝は川を航行する船舶にとって、障害以外の何者でもなかった。今の肛門は1916年に改修された、ものである。19世紀後半、トロルヘッダンでは、水力発電が起こった。大手電力企業のバッテンホールの社名は、トロルヘッダンが木にちなむ。今日、市内には、オリダンとホーユムのに発電所がある。水力発電は、 地域の産業革命の一助にもなった。都市圏を得た1916年に人口は1万5千人ほどだったが、今では5万4千人に増えた。なお、都市圏に法的な権限はなく、慣習的なものである。トロルヘッタンはトロルのボンネットという意味で、ヘッタは山の頂上を指すとされる。かつてはアイトハー・ヤスト・ライデイとも呼ばれ、 校舎は今でも南で隣接するリラエデ都市に名残が見られる。市内にはボルボエアロイ市その関連企業をはじめとする多くの工業施設がある。ヨーロッパの数世で産業の軸は重工業からサービス業に移りつつある。知的財産権も確立されている。ショーミーラブやダンサーインザダーク、ドックビルなどのロケが行われた。 トロリーウッドという映画製作所がある。映画スタジオのフィルムイベストがスウェーデンの長編映画の半数をこの地で作っている。かつて進出していた企業にサーブオートモービル、鉄道機関車のノウハブ、木工用のこぎりのストリーズベリービエルクなどが挙げられる。ありがとうございます。